井上選手お疲れ様です。最終戦に向けてチームが始動しました。改めて意気込みを教えてください。まあ、1年間のシーズンの最後なんで、最後の週だし、まあ、このメンバーでサッカーするのも多分今週最後だと思うんで、まあ、しっかり、みんな気を引き締めてやっていると思いますし、いいトレーニングできたと思います。今いいトレーニングという言葉が出ましたが、改めてトレーニングの中ではどんなことをやっていきたいと思ってますか？まあ、チームのコンセプトを、まあ、ずっとやってきているので、まあ、相手にどうのこうのというより自分たちのスタイルっていうものをどんだけ確立できて、それをプレーで表現できるかっていうところが一番大事になってくるんで、まあ、そういうところをしっかりもう一回確認して、チーム一丸となってやっていきたいと思ってます。次の対戦相手は J1 昇格を決めた湘南ですが、まあ、本当自分たち、まあ、胸を借りるつもりで、チャレンジする、ゲームにして、本当1年間、勝って締めれるように後悔のないように全力でプレーしたいと思ってます。最後にアウェーですが、駆けつけてくださるファンサポーターの皆さんたくさんいると思います。メッセージをお願いします。まあ、ホーム最終戦で、勝てなかったことはとても、悔しく思いますし、本当に申し訳なく思ってます。最終戦で、しっかり、皆さんの、心に、熱いものを届けれるように、全力で頑張りたいと思います。最後、熱い戦よろしくお願いします。